料理人を目指したきっかけは何でしょうか。それはもう食べるのが好きだったので、まあ、作るのもだんだん興味がいってっていうことなんですけど。なるほど、はい、その好きなその食べることを料理人として目指した具体的なエピソードなんかはありましたか。一応社会人になった時に、はい、一旦会社に就職したんですけれども、まあ、8年ぐらい勤めて辞めた時に、いよいよなんていうのかな、まあ、自分のやりたいことをもう職業にした方がいいんじゃないかっていうふうに、まあ、結論出して、本当にやりたかったことはやっぱりお料理作りたかったので、その道に進もうと思って、はい、なるほど。で料理屋さんの自分の、まあ、気に入った料理屋さんに連絡をして仕事してもさせてもらえませんかっていうことで始まったんですけれども、はい、ありがとうございます。改めて料理人を目指したきっかけと具体的なエピソードがあれば教えてください。まあ、料理が食べるのが好きだったということが、まあ、一番のきっかけなんですけれども、はい、具体的なエピソードは何かありますか。まあ、会社勤めをしてそれを辞めた時に自分はどういうことをしたいっていうのをよくよく考えた時に料理の道へと思って入りました。はい、ありがとうございました、はい。